本日の勝ち込みの豆知識コーナー。デブは痩せればモテるとは限らない。格闘一家の最強 DNA 山本野戦 VS クレイジー B の特攻戦人、僕鋼鉄埼玉スーパーアリーナ、難易度レジェンド、5分3ラウンド総合格闘技ルール、山本アーセン VS 僕鋼鉄クレイジー B 対決でございます。それではレッツねー勝ちまえ。オーライカモンレクト山本アーセン VS 僕鋼鉄。さあ青コーナーから登場するのはクレイジー B の特攻戦に僕鋼鉄。チームキッド特攻隊長ミスターエルボーノーフェイス、通称たくさんありますね、4個ありました。さあノーフェイス僕鋼鉄選手、切り味のテイクダウンとボクシング仕込みの打撃が武器でございます。まあ、解説席にねよくいらっしゃるなという印象ありますけれども、はい、僕鋼鉄さんでございます。はい、43戦26勝15敗に分けということで、まあ勝ち越していますね。僕鋼鉄さん UFC のリングにリングにリングリングリングリンリンリングリン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 グリンリンリン。いやー僕鋼鉄さんかなり入れ墨そっくりに使っておりますので、ぜひ Google の画像とね見比べていただければと思います。さあクラシックの音楽とともに出てくるのは山本さん。さあそうですね、ダルビッシュのねダルビッシュ有がおじみね持っていらっしゃいます山本亜生選手でございます。はい、おじに山本キッドのりふみさんもいらっしゃるんですね。おじにダルビッシュ有、山本キッドのりふみを持つということで、なかなかそうですね、もうでそうレスリングがこの方はね、はい、結構かなり賞の優勝しまくってたってことでね、はい、山田選手は UFC のリング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 。そして、まあ、この肉体を見ていただければ分かるようにね、実物でねかなりムキムキでございます。はい、ただ最近ねちょっと打たれもろさがねかなり出てるかなというところで、はい、そして右フックとかアームロック、左ハイキックのパウンド、腕十字三角締め、そうですね。まあ、ただ、言っても結構強い選手やってますけど、マネルケイブとかもめちゃめちゃ強いもんね。マネルケイブで負けてる分に関してもしゃあないなって思いますね。はい。ケイブさんはもう最強ですからね。はい。さあ、青コーナー登場するの僕、鋼鉄。そうですね。クレイジー B 所属ということで、はい。今回クレイジー B 対決になるんですよ。はい、僕鋼鉄さんクレイジー B ですし、もちろんこの山本アーセン選手もクレイジー B、 八千代介選手もクレイジー B リーグでございます。ねえ、まあ、最近その加藤健二さんに右フックで負けた試合なんかを見るとね、ちょっと打たれもやさ出てるかなというところでね、今後の活躍に期待でございます。さあ山本アーセン選手、今回の試合では打撃の強さを見せてくれるのか。ただ、レスリングもできるんで、まあ、寝技も別にできないわけじゃないんですけどね。ただ、寝技でも負けてるしね。寝技でも打撃でも負けてるしね。頑張ってほしいですね、アーセンさん。頑張ってね。総合格闘技ルールなんで、タックありですからね。さあ、アーセン選手。アーセン選手。速攻バウンド取って。あんま寝技、ちょっと立ち上がるか。アーセンさんは打撃で勝負した方がいいね。ボックスさんの方が寝技強いかもしれないね。やはりこの肉体から繰り広げられるね打撃が見ものアーセンさんです。
あーアーセンさん今のところいいペースで戦ってるけどね。ナイスミドル。さあ距離だってね、タックル来る場合もあるんで、タックル来た時はもうタックルで。Got double underhooks. Pummels out of double underhooks here. ブラヤボクさん、うっとしいな。何もさせてくれない、ボクさん、うっとしいな。And from here transitions to the Muay Thai clinch. Oh, nice knee. いや、このボクさん、うっとしいわ。アーセン。アーセンのオーバーハンドもね、まあ、パンチ力がね。ありますからね。これはカットしてきたか。あ、タック決められてしまったか。どうしらボクさん。誰か打たして、おしよしよし、完璧完璧です。タックル切りました。これがレスリングで誓ったアーセン選手の能力でございます。まあ寝技もね、ボックスはもう言ってもね、打撃がメインなんだよ。ナイス。今のとこまだ試合は膠着状態ですね。まあ、こっちもね、始まり早々、タック決めてるんで。ナイス左ハイ。ボクシングに関してはね、ボクシングのルールでね、ずっと動画投稿したいがためにね、練習になってきたんで、まあまあ自信あるんですよ。ナイスミドル。どうか。おおお、全然やないか。全然ボクシング自信ないやないか。ちょっと待てよ、落ち着けよ。まだこいつ、ボクコーディスめちゃめちゃ。めちゃめちゃ大事だよ。ちょっと第一ラウンドは絶対切れ取られてるからと。相手あなたのテイクでダウンを防ぎきれていません。このラウンドでもテイクダウンを決めましょう。うん、やれんの分かっとるわ。そうそう、山本アーセン氏のこの肉体美がね、もう魅力的ですよね。女性も男性も引き続けるこの肉体美。ぐちゃぐちゃ打たれもろさが出てますね。大丈夫ですかね、アーセンさん。まあ、ただね、アーセンさん、パンチ力あるんでね、はい、まあ、逆にぶっ倒せるかなとは思いますが、今のところはちょっとボッコーテスさんが実体機でリードしてるかなと思いますんで、アーセンさん、こっからっすよ。頑張ってもらわんと、終わりますね。うん、打たれもろさが出てますね。あのオーバーハンドだけはほんま気づかないみたいな。打たれもろいな。打たれもろいな。ここなんとか耐えなあかんぞ。まあ、ストレートでね、ちょっとオーバーハンド狙いすぎると、ほんま危ないんで、ただ、攻めなあかんのか攻めなあかんからね。何や、本当はめちゃめちゃうまいな、これ。いやー、切れ味鋭いテイクダウンとね、やはりボクシング打ち込みのボックス、ボクサーの打撃が炸裂しておりますね。あのタックルみたいなとこ、膝合わせたよね。ナイス。よっしゃ決まった決めてもらおうか。やだ落ち着け。おおおお、ボクサーにまさかの差別決められるか。決められるわけにいかんぞ。
He might get a finish here. This could be it. It's getting tighter. マジか、マジか、マジか。おーい、よけ、あー、セン。Yeah, Joe, I would agree. High level stuff the way he worked there to isolate the arm, secure it, and ultimately force the tap. The armbar finish comes here in this round. Hard to do it much prettier than he did just there. 熊本アーセン選手、腕ひしぎ十字固めで KO 負けいたしました。さあ、僕こうですね。まあ、僕そうですね、打撃の選手やからね、基本ね、打撃の選手に腕ひしぎ固めちょっと決められちゃうと、ちょっと、はい、ダメに食らうよね。てかね、僕もボブコーテさんのこの戦績見てるんですけどね、全然、あ、腕ひしぎで負けてることあって、あ、でも、そうだよね、やってるね、あの、第1戦目に、プロ1戦目ですね、プロ総合格闘技1戦目にね、マーク・ドゥーン・カンさんにね、はい、腕ひしぎ十字固めで勝っていますけれども、それをもう一回やったようなもんですね、それだけじゃないですかね、腕ひしぎで勝ったのも。いやー、負けてしまいました。アーセン選手、ここで敗れてしまいました。ちょっとね、打撃でも完全にボクサーに負けてましたですね。腕ひじき十字固めにいや、きついな。まあ、アーセンさんに関しましてはね、あの打撃、寝技ともに、まだまだちょっと、正直伸びしろあると思うんですよ、まだ24歳なんで。何かしらこう、開眼したらね、急にグッと伸びると思うんですけど、ちょっと今のところ負けまくってるんで、この本番どこかに行くか戦闘、はい、ちょっとやっぱ、観客見てくれなくなりますからね、はい、頑張っていただきたいと思います。そうですね。あー、やっぱ第一は実体験で取られたので、まあまあまあ、ただね、まだ伸びしろあるのは、アーセンさんの方が、やっぱね、年齢的な部分もあって、伸びしろあるかなと思うんで、はい。そういうテイクダウン2回取ってる部分とかね、結構その、褒められる部分はある。ただ、やっぱり、負けてしまうとね、悲しいっすよ。私も、みんなも、世界も。ということでね、まあ今後もね、あのこのように UFC 勝ち込み、あのそっくりに選手を作ることを一番の目標にし、その後にプレイングという形でね、このようなスタイルでやらせていただいておりますので、よろしく。はい、YouTube のチャンネル登録、高評価、バットボタン、コメント、何でも募集しておりますので、よろしくお願いいたします。見たい対戦カード、見たい選手などもね、言っていただきますと、私、極力早めに反応してね、あの、反映ゲームにさせていこうかと思いますので、その心もよろしく。で、TikTok、Twitter、Instagram、こちらもね、絶賛やらせていただいておりますので、フォローのほど、コメントなどもよろしく。さあ、それでは、山本アーセン VS、僕、コーデツ。勝ち込んだのは、僕、コーデツ選手の、勝ち込め、バー。チャンネル登録、オスタップ。満月暴走ボブサップ。